ですか、今の方の痛み最初にチェックした時と比べて。あ、うん、全然痛気持ちいいまで和らぎました。だいぶ柔らかいですね、うん、参りましたね。じゃあちょっと痛みのチェックしますね。怖いきますね。あ、痛い痛い、もうすでにもう痛い。バカみたいに痛い、バカみたいに痛い。左と右だと、左は そこまで痛くないですか。どっちも痛い。どっちも痛い、右の方がより痛い、はい、はい、すごいとこですね。コリコリコリですね。もう湿布の意味っていうぐらいですよね。でも貼りたくなるぐらい凝ってたってことですね。だんだん呼吸しやすくなってきてませんか。うん、うん、通ってきてますね、だんだん。呼吸まで変わるとはって。ああ、いや呼吸すごい顕著ですよ。あ、うん、こう背中凝っちゃうと呼吸浅くなります。うん、そうなんですね、うん、浅いっていうことだけは分かる。一番はここですね。この一番トップのとこが一番、まあ、なんか全方向から引っ張られてる感じなので、一番ここが動きが悪いな。今これ分かります、動きが出てきましたよね。骨盤下がってますね。すごい気持ちいい。ちょっと体ひねりますね。ちょっと痛いですかね。いや、気持ちいい、気持ちいい範囲で。浮いちゃいますね。ちょっと下がりにくいですね。これがこっちは特に大丈夫ですか。はい、はい、声が声出ちゃいますね。それで、キュウリ、まあ、ここ動きが良くなってきてますよね。うん、ここで仰向けですね、はい、はい、一旦体を起こしてください。すみません、はい、じゃあ、はい、上の方にこちらに頭くるようにやってください、はい、どうですか、今の時点でも結構背中つく感じとかが違うんじゃないですかね。違いますね、うんうんうん、よく眠れそう。よかったです。いいね、まだ痛いですかね。あ、痛いね。
と奥線使いましょうかね。ももの入るかは。くすぐったい、はい、若干こっちの方が高いですね。ああ、うん、左の方がね。おつまみみたいので両足曲げていただいて回しますね。腰辛いとかなんか痛いとか嫌な感じだったらおっしゃってください。大丈夫ですか？気持ちいいです、はい。交差させないで置いていただいていいですかね。なるべく、はい、ちょっと床にします。息吸って、吐いて、吸って、吐いて、回します。ちょっと痛い。はい、なんか使ってない筋肉。そうですね。反り腰の方っていうのはどうしてもこう、こっちまで持ってきづらいんですよね。縮んじゃってるんでね。良くなったんですが、まだちょっと高いんで、多分脇の方の問題だと思うんで、やっていきますね。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you!